皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今回は静岡県富士見中学校の令和2年の算数の入試問題から大問の3図形の問題を2問解いていきます。括弧1番、数のような一辺が 40cm の正方形から4つの円を除いた斜線部の面積を求めなさい。なお4つの円は互いに接していて正方形の内側で2辺にも接し同じ大きさです。円周率は 3.14 とします。こういう問題ですね。この文章中にもあるように、この青い斜線の部分の面積、正方形から4つの円の面積を取っちゃえば出るんですね。正方形の面積は一辺かける一辺ですから、一辺40センチなので40×40=1600 となって、正方形の面積は1600平方センチメートルということです。で、円の面積、これ半径かける半径かける 3.14 ですよね。じゃあこの一つの円の半径いくつか、このように縦に2つぴったりと正方形に入っていますよね。横にもぴったり入っています。上から下までこれ直径をずっと結ぶと、これ40センチです。円一つ分の直径は40センチの半分の20センチ、半径はさらにその半分なので半径10センチ、ね、ここは半径10センチメートルと、こうなりますね。半径10センチメートルの円が4つあるので、この4つの円の面積はまず 10×10×3.14、 これで1つ分、それが4つあるので ×4、 これを計算します。 314×4、 これを計算すると1256、円の面積は1256平方センチメートルです。正方形の1600から1256を引きます。1600-1256、これを計算すると344になるので、この青い斜線部分の面積は344平方センチメートルと、このように計算で求めることができるんですね。では括弧2番に移ります。括弧2です。下の図の平行四辺形 ABCD において点 P、点 Q はそれぞれ PC=PD、QB=QC となる点です。図の斜線部の面積は平行四辺形全体の何分のいくつですかと、このような問題ですね。これ平行四辺形の辺の長さとか高さ出ていないんですけれど、これ何分のいくつかっていうのは別に長さが分からなくても求められるんですね。で、与えられている条件、この DC 上に点 P、BC 上に点 Q があって、PC=PD、PC=PD となるあるので、ここの長さ等しくなっています。同じように QB=QC なので、ここの長さが等しいと。こういうことが分かっているんですね。この時点 P を通って AD に平行な線を1本引いてください、ね、こうやって引きます。ここを R としましょう。ここ ARPD、 これも平行四辺形ですよね。そしてこの上の部分の平行四辺形と下の部分にもできている平行四辺形、同じ平行四辺形なので ARPD の平行四辺形は元の大きな平行四辺形の半分ね、半分だということがわかります。そして
A と P って上の平行四辺形の対角線になっているので、三角形 APD はこの平行四辺形上の部分にできた平行四辺形の半分ですよね。つまり半分の半分、全体から見たら半分の半分、2分の1かける2分の1になるんで、 ABCD という平行四辺形の4分の1の面積になることがわかります。さて下の部分のここの小さな三角形ですね、この Q という点ね、QB と QC が同じ長さなので、この AB と平行に Q を通る線、ここを引きましょう。ここを S にしましょうか。そうするとこの下にできている平行四辺形、これ全く同じ大きさで RBQS という平行四辺形、 SQCP という平行四辺形になっていることがわかります。つまりここにできている平行四辺形は元の平行四辺形の4分の1、ね、こちらも4分の1、そしてここは対角線ですから、その青い部分の斜線、ここは4分の1の半分、つまり4分の1の半分となるので、全体の8分の1の面積ということがわかります。ですからこの青い斜線部分の面積は4分の1足す8分の1となって、これは8分の3になりますね。ですからこの青い斜線部分の面積は元の面積の8分の3ね、このようになっていることがわかります。まだ他にもね解き方あるんですけれど、まあこれが一番わかりやすいかなと思って、この解き方を、選びました。今回は静岡県富士見中学校の令和2年の算数大問の3、2問解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。